南秀則は大阪府大阪市出身の元プロ野球選手、宇藤右打ち。一岡大学中から右の本格派投手と期待され、1978年のプロ野球ドラフト会議で西武ライオンズ、近鉄バファローズとの競合の末、2位でヤクルトスワローズに入団。プロ2年目の1980年10月には初登板で先発に起用されるが、 敗戦投手となる。翌1981年も8試合に登板するが、結果を残せず、その後は、出場機会に恵まれなかった。1985年11月金銭トレードにて、近鉄バファローズに移籍するが、ここでもあまり活躍の場はなかった。1988年シーズンオフ、近鉄の打撃投手に内定した後に、球団の了承を得て、 阪神タイガースの入団テストに参加した。近鉄は、阪神の獲得を前提に南を自由契約としたが、阪神はトラブルに発展することを恐れ南を、不採用に。南は提訴した結果、近鉄と再契約の後に、住友和也と共に、佐藤秀明、福正明との2対2の交換トレードという形で、阪神に移籍となった。しかし、 阪神では一軍出場なく1989年、限りで現役を引退。2004年に、司法書士試験に合格。2006年に、大阪市西区に、司法書士事務所を開業。ありがとうございます。